徳大寺小英六九年三月八日は、戦国時代の関白、この絵直通りの北こ所。大乗大臣、徳大寺サネアの娘、この絵種家らの聖母。明王六年七月二十六日に婚儀が行われ、正室として扱われた。翌年六月七日には、最初の女子を出産し、以後に男五条を設けた。ただし、婚儀の前月に、 すでになお通りは最初の関白の任を終えていたため、彼女が北万所とされることはなく、北万所として彼女が登場するのは、英章10年に昭王2が関白に帰離保された直後である。なお、同年の11月20日に13位に助せられている。夫や息子の代わりに公的な場に出る場合があったことが知られ、種家が関白、富士市長者に任ぜられた。 天文五年の幸福寺、結馬会には、会翌日に、関白就任の総喜びを控えた、種芸の代理として、幸福寺を訪れている。また、彼女の所生ではないものの、将軍、足利義春正室となった、慶寿院の貢献的立場にあり、天文五年に、慶寿院が義春の着難を生んだ際に立ち会っている。 さらに、伊予国の河野通直から、この焼け体制所を通して御昭番集水居の依頼が、六角貞より及び内岸州大官常京、春光不死に対してなされたことが知られている。この焼け体制所とは、以降のことであり、将軍後継者である吉輝の実質上の、外祖母として、惑星にも影響を与えたと考えられている。栄昭十四年頃より高年期障害と想定される。 健康の悪化が見られるものの、倉間寺や清水寺などの寺社三景や親族、細川高国など有力者との交流ぶりが、後法上寺日記などに記されている。A69 年3月8日、86歳の高齢で没した。ありがとうございます。